まあこのところですね、ネットで、え安倍晋三さん、あるいは自民党とですね、 ええー、特定の団体との関係が取り出されています。で、今まで僕がええー、まあ、本当にいろんな、えっ、ー、と、情報が入ってきて、えー、それを読んでたんですけど。それをもとに、僕は今の時点で、どういう判断をしているかっていう、そのインテルを。お話ししたいと思うんですけど。まずですね。えっ、ー、と、その安倍晋三さん、あるいは自民党とですね。特定の団体の関係っていうことは、その。ええー、まあ、なんていうか、非常に冷静に考えにる必要があると思うんですね。で、今の状況、何を、今の状況どうなっているかというと、その。まあ、なんか、非常に。 えー、いわゆるリベラルとか、えー、と非対とか言われる方々かな、そういう方々がその関係を、えー、非常に重要視しているところがあって、それに対してその、えーまあ、それを反に対して反論する方々がです、ね、いて、その、えー、と間でなんかその、君たちはその関係を認めないのかとか、否定しようとしてるのかっていう、いや、そんなに重要なことじゃないんだっていうような、えー、とやり取りが行われてると思うんですけど、まあ、僕が見るとこう <coughs>、真実は中間にあるのかなと思うんですね。 で、あの、おそらくですね、その雑誌ですね、その団体が発行している雑誌とかに、表紙に安倍さんがですね、何回も出ているとか、そういうことはおそらくですね、安倍さん、えっと、校長、恐らく、そのスタジオで安倍さんの写真を撮ったわけじゃないわけですから、えぇ、ー、おそらくその、えっと、公開情報っていうか、えっと、公開されている写真をもとに表紙にしたりしていると思うんで、それだけをもって安倍さんがその、えっと、雑誌をエンドウォしてたっていうことにはならない,ならないんだと思うんですよね。 で一方その、何て言うんですか、うんまあ、例えばその、えっと、国会でロビング活動をしてたとで、国会の食堂とかで、えー、ご飯を食べてるのを何回か見たことあるみたいなね、相田裕志夫さんなんかがそういうことをおっしゃってるんですけど、おそらくその国会でロビングしている団体はたくさんあって、その複数の中で、まあ、その団体があったんだろうと、えっと、僕は思うんですけど、そのまあ、僕もです、ね、国会議員さんと時々お話しする機会があって。 あの議員会館ですね参議院衆議院の議員会館にも時々伺うことがあるんですけど、そ、まあ、らくいろんな方が出入りしていてです、ねでそのえっと、議員さんというのは、まあ、基本的になんかその性質として、えー、来るものは拒ばもんじゃないですけども、まあ、潜在的な表現になるわけですから、えー、そこまで,です、ね、精査して、じゃあ、この人たちは OK、この人たちはだっということをしないというふうに僕は理解してるんですね。ですからあのー、まあ その中に今の,その問題になっている団体があったということがあったとしても、えー、とそれだけでは、えーまあ、ズブズブの関係とか、ね、そういうことにはならないかと思うんですね。えー、子ども家庭庁これが、えー、家庭という名前がその団体の、まあ、差し替えで入ったみたいなことも言われてるんですけども あの僕は、相関と因果関係っていうのは、ちい深く分けなければいけないと思うんですね、おそらくだからその、えーと、自民党の中、ね、の保守的な方々と、その団体の思想の間に相関があった、つまりかなり共通する部分があったということは事実だと思うんですけども。 その子供家庭庁という名前が入るときに、イデオロギー的におそらくだから、ちょっとえ子どもの人権とかそういうことよりも、家庭というものを大事にするみたいな、ですねそういうまああのイデオロギーが入ったとは推定されるんですが、そのこども家庭庁という名前が入ったという事実えとそ、それがじゃあ、その団体の差し金であるという因果関係があるかどうかってことでずっとまだ分からないと。 ですがその保守的な思想という意味においては相関関係はあったんだろうけど、因、え、果、ー、関係があったかどうかということまでは分からないなというのが、僕の現時点の判断です。まあ、あと、これもちょっとすでに書いたんですけど、その安倍さんのです、ね、1日、あるいは自民党の政治家のです、ね、1日の中でその、じゃあ、その特定の団体のです、ね、関連について占める割合が。 どれがあったのかというと、まあそこまでなかったんだろうなと。まあ国政ってのはもっと複雑ないろんな状況になってるわけですし、それが何よりも表にならないですよね。あの子ども家庭庁の子ども家庭の家庭っていう文字を入れることがじゃあ表になるのかっていうと、まあ将来正直ならないわけで、多くの有権者の、まあ、 えー、主な関心事っていうのは経済なんですね。景気が良くなるかどうか、自分たちの生活が良くなるかどうかということに興味があるわけで、そこについてはその特定の団体ですね、むしろどっちかというと、人々からお金を取ってたわけですから、経済的にはまあ楽になるわけないんで、ですので、その、えー、あの経済政策というね、えー、その、恐、まあ、らく議員にとっては一番大事なところ、あるいは安全保障政策ですね、そこについて、えー、とその、まあ、特定の団体がですね、えっ、ー、とまあ、 えとどっちかというと保守的な安保政策とかを主張していたようですが、えー、だとしてもそれはやっぱり、さっきから言ってる相るにとどまるんだろうと、因果関係に、えー、は至らないだろうと、まあ、そもそもです、ね、現代におけるその政策というのはです、ねまあ、子ども家庭庁の場合はちょっとイデオロギーが入っているかもしれませんが、経、え、済、ー、政策とかですね、あるいはその安保政策については、より技術的な専門的な知識が必要で、そういうものに基づいて、えーと 法案さされれててて選択されていくものと判断してるわけですね、えー、外交政策ももちろんそうです。ですので、そこにその、えー、特定の団体のようなですね非常に強い思想性とか宗教性を帯びた思想が入る余地ってあんまりないんだろうなと、入る余地があったとしても、例えば同性婚の反対とかですね、そういう非常にちょっと特別な、えー、ところで、それについては僕は全く、僕はリベラルで、子ども家庭庁については、えー、子ども庁でよかったと思いますし、同性婚は法制化すべきだと思いますし。 選択的夫婦別姓も法制化すべきだとか僕は考えてますけれども、ただその、それを選挙の一周にしてもですね、おそらくそんなに票は集まらないだろうと思うんですよね。そこら辺は議員さんは直感的に知ってらっしゃるんで。 ですから、その特定の団体との付き合いがあったとしても、例えばじゃあ、子供家庭庁にしますとかですね、同性婚に反対しますとか、それは票にならないってことは、おそらく議員さんたちは直感的に知っていると思います。そういうことをとってもですね、えー、特定の団体と自民党、あるいは安倍さんとの関係が非常に深いものであったっていうことはないだろうが、ただ僕はちょっと気になるのは、あの、法事会ところによると、その国会議員の秘書として、その特定の団体のですね、信者さんがですね、 えー、無給で入り込んでたというようなことがあったと。これは確かにあの、言われてみるとうまいやり方だなと、特定の団体の方としてはですね。そういう形でその、えー、国会議員の懐に、に入っていくという、えー。これはうまいやり方だと、特定団体側から見たら見思いますけど、どうなんでしょうね。その国会議員側も、えー、そういうなんかただ働きしてくれるような人が来ますって言ったら、断るのはなかなか難しいところもあるのかなと思うんで、 まで、それがじゃあ国会議員のですね、政策決定とかそういうことにどういう影響を与えたのかということについては <coughs>、まあ分からないですね。まあだから伝えられているように、その特定の団体がの、えっと、法人名を変えた段階だとか、あるいはその、捜査が入らないようにしてもらったとかね、そこら辺については、そういうえ特定の団体とのですね、関係が、まあ間接的に影響を与えた可能性は僕はあると思います。 あるとは思うんですが、日本の国政全体からすると、あの、それほど大きな意味はなくて、むしろだからその特定の団体ですね、伝えられるところによると、いろいろなその問題、社会的な問題を起こしているようですけれども、ええー、まあ、その特定の団体の規制とか、えー、それをどう位置づけるかっていうですね、そういう問題に間接的に影響を与えたっていうの味おいて、えー、問題なんだろうと。つまりだから、この政治となんか特定の団体の一着と言われているものはですね、結局その特定の団体をどう扱うかという、そこに着着するのかなと。日本の政治全体に与え 影響ってててのははままあ極めて軽微なものだと僕は判断してます、えー、ですので、えーと、国政そのものに興味を持つ人は特定の団あのいわゆる特定の団体の、えっ、ー、と、 ぜひ、というかですね、社会的にどう扱うかってことに興味がある人は、そこをぜひやっていただきたいと思うし、それの被害を受けている人とか、その被害の2世、3世の方もいらっしゃるわけですから、えー、それは大きな問題だと思っています。ただ、それはその特定の団体だけじゃなくて、えっ、ー、と、すべてのそういうね、えー、宗教団体に言われることなんで、まあ僕はあの、すでに、あの、えっ、ー、と、昨日から英語で言ったんですけど、その、やっぱり宗教ってのは現代においては世俗化する必要があると。世俗化するってどういう意味かっていうと、 あの、その信者さんからですね、破産したり生活が破綻するほどのお金を えー、巻き上げるってのは、プリテイトリーっていう、その英語で言うと、プリテイトリー、まあ、えっ、ー、と、なんていうんですか、にあのプリテイトリーですね。えー、あの、要するに、まあ、ハゲタカ的っていうんでしょうかね。日本語で言うとね、互換的に言うと。そういうことをやってはいけない。だから要するに、えっ、ー、と、宗教、宗信教の自由ってのはあるわけですけど、まあ、現代における宗教団体ってのは、もし、えっ、ー、と、その存在意義があるとするならば、その信者さんがですね、まあ、じゃあ、収入の10%とか、わかんないですけど、宮沢さん、を、まあ、寄付すると、それはその、 教団のです、ね、うん建物とかも運営に使われるんでしょう、専従職員もいるでしょうかね。で、残りの90%はやっぱり自分の生活のために使って、そして、えー、と何よりもやっぱり一番、えー、とありうることは、その、まあ、特定の団体に所属すること、関係することによって、自分の居場所、コミュニティができたりとかですね、あるいはその、えー、安全基地ができたりして、それでより、えー、と自分の人生頑張って、幸せに生きることができると。 まあ、その、いろんな活動がちゃんとできると。そのことによって、それが回り回って、えー、その人の生活の、えっ、ー、と、向上につながって、それがまたでさっき言った10%とかですね、そういうなんかその、えっ、ー、と、寄付金、えー、にも回ってくるというようなあり方がもしあるならば、それは、えー、世俗化した宗教としてですね、まあ、許容されてもいいんだろうなと思うんですよね。だから、えっ、ー、と、そう伝えられるところによると特定の団体はそうではなくて、非常になんか、その、ある人の生活を破壊するようなことを、 あの妙な献金の仕方っていうのもあったということなんで、これはやっぱりちょっと現代においてはまずいなと思うんです。ただ、これ、一般論としてそういうことを規制するとかいうのは、なかなか技術的には難しいだろうなということは、ちょっと考えてみれば分かると思うんで、まあだからそういう一般的な話と、この特定の団体の振る舞いについての。 評価っっってててのはちょととと切りり分けけ考えなないいないいいかなと思っております,します最後にですね、その、まあ、リベラルとか左翼の方々がですね、えー、このことを帰化としてですね、えーと、自民党とか安倍さんを批判するってあんまり有効ではないんだろうなと。なぜかというと、あまりにもやっぱりこの特定の団体の特殊な性質に依存してるんですよね。どちらかと,いうと自民党とか、えー その安倍さん個人というよりは特定の団体の特別、特殊な、ええと、技術に、え、性に、えと、依存していると。で、相関はあるかもしれないけど、保守思想ということにおいてはね。だけど因果関係があるかどうかはわからない。おそらくな、そんなに強い因果関係はないんだろうと。あと、国政全体からすると今、日本ってのはなかなか課題をたくさん抱えているわけですけど、え、その、課題を解決するために一生懸命その、考えることが先決であって、 特定の団体とです、ね、安倍さん、あるいは自民党の関係を追及していても、あんまり左生産的ではないと思うんですねこの、えっと、この特定の団体の問題そのものに興味を持っている方は別ですよ、それはそれで大いにやられたらいいと思うんですけど。 でも、その問題が日本の将来を考えるという大きな命題の中でどれぐらいの意味を持つのかというと、そんなに大きな意味は持たないでしょう。えー、その被害に遭われている方々は大変な問題で、えー、そこの団体の活動のあり方も非常に問題だと思いますけど、それをじゃあ、えー、今の法律とかルールの枠組みでどう規制できるのか、するのかということは、僕は、えー、なかなか難しい問題だと思います。でそれが非常に重要な一だとと思いますす日本のの国政全体の課題からすると それほど大きなものではないだろうと僕は思っています。ですので、えっ、ー、と、本来ですね、えっ、ー、と、国政の将来を議論すべき、えー、政党の方ですね、リベラルとか左側の政党の方があまりこの問題に肯定するのは僕は良、えー、くないだろうと思っております。ということで、え以、ー、上、えー、自民伝えられているですね、自民党安倍さんと特定の団体の <laughs> 関係について、私が現時点で整理しているインテルをお話しいたしました。えー 日本を少しでもいい国にするようにみんなで頑張っていきましょう。